200万ぐらい。20万じゃできません。バイアグラとか。そんなんじゃない。もっとちゃんとしたお薬ですね。お嬢様？いや、お嬢さんじゃないです。カムリア、マヤさんですよ。マヤさん。マヤさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、いいですね、マヤさん。マヤさん、どっから来たの？京都から来ました。京都？はい。この車に乗って？はい、これに乗って。さすが！京都から来た。いや、いいですね。疲れたでしょ？すっごい疲れました。ね、もう見てくださいよ。僕の大好きなですね。9センチのピンヒールですよ。9センチのピンヒールって何がいいんですか？そしてね、このスキニーパンツ、はい、この9センチ、はい、いいの100点ですね。100点やった。だからね、こういうマヤさんみたいな人が似合いますよ、こちらの2007年の V6 4リッターのマスタングです、うん、いつ手に入れたの？1年半ぐらい前に、うん、はい、なんでマスタングだったの？いや、でもずっとアメ車のマッスルカーが好きで、うん、マッスルカーに乗るって決めてずっとお金を貯めて、うん、やっとお金が貯まったので買いました。え、これで1年前でいくらだったんですか？200万ぐらい、200ちょいぐらいですね。それでまただってフロントスポイラーも変えてんの？はい。これ付けたんですか？いや、もう変わってるやつを買いました。この顔が好きで。でもさ、200万円ぐらいで買えるの？ちょっと安くしてもらいました。なんかウインクとかするんですか？ウインクウインクするよね。そうですね。ウインクすると10万は違いますかね。2回ぐらいすると20万に変わります、ね、ちょっとエンジン見ましょうよ。はい、見ましょう、ね、V6 4リッター、はい、ちょっと見せてください、はい、でもさ、うん、これ200万円で買えるんだったら良くないですか？全然いいでしょ。200万で買えちゃうんですよ。めっちゃいいですよ。 あと綺麗にしてますね。あ、本当ですか？全然。ああ V6 だからやっぱちっちゃいよね。だからでもね、 V6 で十分なやり方する。いや、十分十分、本当に、ね、本当にそう。逆に軽くて気持ちいいかもわかんない。アメリカンマッスルっていうと V8 じゃない？うん、そうだよね。そんないいですよね今の時代。本当 V6 で十分、うん、じゃあ自分では何か変えたの？自分ではまだ変えてなくて、これからガルウィングにしたいなと思って、はい、20万ぐらいあったらできるって聞いたんで。できない。できないですか？20万じゃできません。ってことでいくらぐらいするの？30万ぐらい。普通で考えたら片側で40万ぐらいする。片側で。え、それ片側で10万はもう。いや、両方で思ってました。両方バンと上げたいなと思って。それはプラモデルだ。プラモデル、ね、そう。それはプラモデルだ。いや、片側10万じゃできないですよ。こうだってムスタングってドアすごい重いんですよ、うん、あ、ちょっといいですか？どう？あ、なるほどね、うん、でこのドアを支えるヒンジじゃないとダメだから、片側10万じゃ全然できない、うん、へえ。だけどさ、うん、やっぱ女の子がアメ車に乗ってるとかっこいいですね。かっこいい、うん、あとさ、これ200万円で、はい、これ程度いいね、うん、あ、そうですね、すごいいいのを、はい、買わせてもらって。これ1年半ぐらい前に買ったんですか？あ、はい、そうです。え、走行距離故障はしてないですね、うん、走行距離は8万ちょっとぐらい今、はい、買った時は7万キロぐらいだったんですけど、うん、はい、はあ、どうですか、土屋さん。いや、マスタング久々ですよ。ああ、ちょっとエンジンかけてみてください。いいじゃないですか。ね。シンプルで。V6 4リッター。リッター5ぐらいです。回復でね。はい、回復で。リッター5です。いや、そんなもんですよ。リッター5。そんなもん。うん。うん。マスって、お仕事何してるんですか？薬局事務をしてます。薬局？はい。お薬とかのお渡しをしたりとかです、うん、はい。バイアグラとか？そんなんじゃない。もっとちゃんとしたお薬ですね。いやいや、なんかちょっと、そうですね。もうあれ打ったんですか？あの、コロナの3回目は。あ、まだ打ってないです。打ってないですよね。はい。そうですよね。いや、打ったのかな。
なんか変な薬とか手に入るんですか？変な薬は手に入らないです。はい、ちょっと聞いてみます。聞いてみてください。はい、聞いてきます。ちょっと元気ないんで。はい。そういう番組じゃございませんよね。ああ、はい。女の子がマッサージ乗ってるってかっこいいですよ。かっこいいよね。なんかほらこのヘッドマッサージって一番最初の60年代のマッサージをオマージュしてるじゃないですか。はい、だから形もなんかね。うん、そう、はい、でこのねこれが好きなんですよ。このなんかデートのストライブっていうんですか。ああなるほどね。ねこれいいですよね。はいはい、この辺のそうですね。でこの後さみんなにさ高いって思われない？あ思われます。そうだよね、はい、どのくらいしたのってよく聞かれますね。1000万って言うの通りますか1000万で通りますよ。別にほらこれってさ値段が分かんないよね。分かんない普通はアメ車の値段知らないもん。知らないですよね、うん、全然 OK。 本当ですか？全然これがワゴン R だと分かっちゃうけどもいやそうだよね。アメ車は本当分かんない。分かんないですよ。だって俺だって分かんないもん。だからこれ正直言ってこれ何年式なのかも分かんないし、うん、分かんない、いくらで売ってるのかも分かんないし、でこんなにねそのさ前さんがさ、うん、綺麗に乗ってるでしょ、うん、だからもうなんかもう1年でしょ乗ってるの。はいね、逆にもうこれいつのモデルか分かんないもんね。分かんない。 4,5 年前のモデルっていうふうに言われたってこれ実際十何年前。2007年だもんね。2007年10年5年ぐらい前でしょ、うん、5年ぐらい前のモデルに見えるし全然分かんない。分かんない。新車で買ったって言ってもバレない。バレないよね。ちょっとね全然新古車だって言ったら、うん、綺麗だもんだって。本当ですか、うん、嬉しいです。8万キロ乗ってるんですけど新古車だって言っちゃうもんね。ね新古車なんないから8万キロなんないいやだけど、うん、これは程度がいい。いいよ ね8万キロ乗ってる車にしては全然程度がいい。で、はい、これで何時間かかってきたの？6時間半ぐらい、うん、ノンストップだと6時間半ぐらいですね。そう、はい、ちょっと休憩挟みながらですけど。スピード違反してたんですか？してません、はい、安全運転で来ました。で今日はどうするの？今日は、うん、実家が近くにあるのでちょっとそこに、はい、泊まって。 あなた京都に住んでないの？あ私は京都に住んでます、うん、実家は静岡ですね。もともと関西の方に住んでて、うん、お家が静岡の方に引っ越ししたので。なんか追われて出てったの？追われてないです。なんでそっちに持ってくの？なんかね、いや逃げてね関西にいらんなくなったってほらよく組関係の方々組関係そうじゃないんだ。違います。男に追いかけ回されたとか。いやいや全然、はい、大丈夫です。借金で逃げてってわけじゃないんでしょ、はい、じゃあ両親は大喜びだね。そうですね。お父さんも車大好きで今、はい、お父さん何乗ってるの？お父さん今ベントレーに乗ってます。お、お嬢様？いやお嬢さんじゃないですけど。いやでもベントレー乗ってる。ベントレー乗んないよ、はい、本当ですか？お父さん何乗ってる？会社の専務をしてます。お嬢様じゃん。いやいや、ね、なんか密売してるでしょ？してないです頑張って働いてます。ベントレーってさ普通の人か乗んないですよ。乗んない乗んないでしょ。高いもん。そう高いのとあれ維持費かかるし、うん、燃費悪いし燃費悪いしいつ頃のベッドになってるの？いつのやつですかね。同じぐらいだと思いますこのマスタングと。はい、そりゃフリーベッドになってる維持費かかるからね。うん、かかる。じゃあもう今日家帰って、うん、今もう見てください6時ですよね。でこれで帰ったら静岡までどうの9時間3時間ぐらいかね。そうですね3時間ぐらい、うん、3時間半から、うんまあ、なんだかんだ言って10時近いですよ、うん、もう1つご飯とか出てくるの？ご飯用意してもらいます。そりゃそうでしょ電話してみようか。そうです ね、 ね人んちのこと構わなくて全然いいから。まあ、魚が出たいよね。そうです静岡静岡魚ね焼き魚ね。いいよね。はあ、いいなね、京都から来てくれた。いやー、ね、それでね、ことなそのね薬剤のねお仕事してるんだからちゃんとしてるわけだ、はい、安心だよね。変な薬は扱ってませんよ。扱ってないね、はい、扱ってほしいんですけどねあじゃあどうぞこれで、はいはい、なんかでもちょっと200万円でこれが買えるってさいい世の中ですよ。そうそうそう、はい、ほんといい世の中。真ん中入ってますよ、ね、いやー今日ね、まやさん実はね、はい、ちょっとあれ持ってきてくださいよ。ハイヒール。あ、はい、あ、ハイヒール。ハイヒール2足持ってきたんですよ。え、なんで2足持ってきたの？いや、だからどっち迷ってたさっきまで。あ、そう。で、そうだよね。はい、迷ってました。え、なんで？
いや、どっちの方が合うかなと思って考えてたんですけど。あ、そう。はい、あの、はい。あ、でも僕は個人的にはこっちの方がいいかも。あ、こっちの方が良かったですか。こっちの、こっちで踏まれたい。こっちの方が、こっちで蹴飛ばしてもらいたい。お聞きして良かったです。出ました。今度よろしくお願いします。はい。今度あと、ハイヒール占いって知ってます知らない。知らないですか、うんうん、まあ、そのハイヒールの匂い嗅ぐだけなんですけど。今度お父さんとぜひ、はい、ベントレー。ベントレー。ベントレー今度自分のだって乗ってきて。本当ですね。あの色ピンクにしていいですか。ピンクで。はい、女の子仕様で、はい、ありがとうございます。フーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。